は、えー、はいいおはようございますす川です今朝のひと仕事を終えてた、えー、と,とこなんですけどもあの昨日ね、えー、日曜日、えー、夕方撮ってたのがねこれはあのレインボーの、えー、ダウン・トゥ・アースに入ってた曲で B 面に入ってた曲だと思うんですけども「Love No Friend」 のやすでねあグラハン・ボネットです、えー。で、あの、これ、なんでこれ弾いたかって、この、この、えっ、ー、と、中古のね、セルダーが、結構ぶっとい低音が出るんだけど、どんなぐらい低音が出るのかなと思って、えー、あ、そうだ、この曲のあの、リフなんかが、 もうほとんど低音源でこうぶっでこう曲の雰囲気を支えるような曲なんだけど雰囲気出るかなと思ってやってみたんですけども今朝見直してみてもなかなかいい,い,い感じだななんて思って見てましたえー、多分私が間違えてんだけどこのあのー、今の状態でエクストラライトが張られてるんですよで低音源のところもやや こうスーパーライトに比べれば0.38ぐらいでしたっかねスーパーライトが0.4じゃな6弦のところがで細い割にはしっかりぶっ飛い音がしてるんであなんだこれでいけるじゃないかっていうふうな気持ちでおりますあのプレイヤーかなんかでねあのもう四十何年前一生懸命プレイを読んだろにリッチがインタビューで自分のゲージについてね紹介してってね かなりね低音源ぶっといの張貼ったと思いました、ね。うっすら覚えた0.46だったかな低音源の方はあの6弦5弦はかなりぶっといやつを貼っててなぜ,なぜかっていうとやっぱりレインボーの曲っていうのはあのそのぶっとい低音でこう支えるみたいなあのバックをですねリフだとかを支えるのであえてぶっといのにしてるって読んだような気がするんですけどね、えー ただ、あのんそれは私はそれを真に受けて、そうかと思って、<laughs> 太いのじゃなきゃだめだとずっと思い込んでたんですけれどもあの、大丈夫みたいですよ。今の楽器製造技術、マイクなんかが高性能なのか、十分低音出てるし伸び、伸びる感じも出てるしあの、OK ですね、と思いました。それと、あのピックアップなんですけどもね、 そそうそうえっ、ー、とそのダウントワースで日本に武道館に来た頃はあのホワイトのストラテキャスターなんですけどもね私あのここ前の動画でねあ「ダンカンですかね?」なんて黒いあのカバーのピックアップねあのめっちゃ詳しい1974さんからねこあの後コメントいただいてあれなんだっけシェクターシェクターじゃないかなっていうふうなことであ そう,かそうだそうだそうだシェクターだよなんて思って思い出してましてそういえばね私もねその頃ね中古の ESP のギターを持っててねこれにシェクターが積まれたんですよあのすげえぶっとい音がするんですけどねその先輩にあそう東安に買ってもらったんだな えー、随分あの世話になったお方なんですけど、えーまあ、あ,のあの時はねほんとシングルコイルとシャボルとしか出なかったんだけれどもあの今の、えー、とこんな安いセルダーでも十分ぶっ飛ぶ音するんでシェクターとかあのダンカンとか別にこだわらなくても。 いいんじゃないですかね。なんて言うとなんか営業妨害なれそうで <laughs> まずいかな <laughs> あの。十分出てますね、えー。という感じがいたします。あの日本武道館をねあの思い出しながら。 えー、私同年代結構私の知ってる社長さんね同年代なんですけども,も俺もそれ見に行ったとかってねあジェフ・ベックの公演を月だから見に行ったよとか話してるんですけどあ確かレインボーも行ったんだけど皆さんあの何年代だと武道館ボノロットが来た時の公演見に行がれた方も多いんじゃないかと思うんですけどもね、えー、あのダダダンって弾いた後こうキメのあの <laughs>。 えっと、アクションが入るんですけど「ててんてん」ってやつなんですよね、えー、思い出しましたでも最後はねあの PA のところに駆け上っていってギターをぶっ壊すんですけど <laughs> まああの時俺18かそこらでね「いや」とかっててねなんか覚えてますけどね <laughs> なんか懐かしいなと思いながらやっておりましたそれじゃ